お母さん、うん、あ、なになに、引っ越し今度一緒に家具見に行くんですよね。あ、そう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 、同居図でね、家具を見て、で、お泊まり会をね、しようと思ってます。とかこもさ、久しぶりじゃない？めっちゃ前よな、だってあれ結構前だよ、うん、カナタが泊まった部屋、今もうぶっ壊されてるもん跡形もないよ。あの部屋何になるの？あの部屋防音室。基本的に私が家帰った時に配信できるように、うん、すごいな。なんかね、一部屋ねあったんですよ。ベッドと布団を敷いといてくれて、好きなの使えって言われたやつで、僕あの日は最初ちょっと布団で1時間ぐらい寝て、ふと起きたからその後ベッドに移動してベッドでも寝たそうなんか、ものすごい贅沢。お母さんが布団派かベッド派か分かんなかったんですよ。なので、まあ両方用意しとくかっていい部屋だったんですけど、うん、もうね、今壁も天井もぶっ壊して剥がして一回。お部屋丸ごと防音室になるのか。じゃああれ、そう、丸ごと、すごすぎない？それ良いじゃろ、良いじゃろ。え、めっちゃいいな。あのドアがね、あのドアの棒をね、うん、下にガコンってやるやつ。はい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 、わかります。スタジオにあるやつじゃん。そうそう、スタジオのドアになったよ。ドアがね入ったんだよ。100キロなんですって、あのドア。え、ドアだけでおじさんがたくさん運ぶ、おじさん何人も一人おじさんでは無理だから、おじさんずで来てましたよ。おっさんずたちで。僕もね、今小さい防音室をね、うんうんうん、あの借りて使ってますけど、そんな大層なドアではないね。あ、そうなんですよ。うん、そうだよ。ほう、ね、あなたの家行ったことないからわからないんですけど、うん、あ、そうなんだよね、来たことないの。今度ちょ引っ越す前に来てもらおうか。狭くてなんもないけどね。狭いの？狭いよ。だってベッドと防音室置いたらもうギュウギュウよ。そこにウサちゃんも2羽いるし。防音室ってそう、やっぱでかいから、うん、一人暮らしの部屋に置いたらもうそれだけで、うん、いやマジでそう。これでも 0.8 畳だけど、それでもね、やっぱね、 0.8 畳、そう、狭いな。狭いよ、今もだってその中よ。なんか暑くないの？暑いわ、マジで。気にしないよ、本当に。もう、やばいって、30度とか言ってたりするもんね。暑い日。汗だくで配信してんの？そうだよ、僕は汗だく。やめなよ、死んじゃうよ。そうそうそう、死んじゃうからね、ちょっと新調したいですね。クーラーついてるやつに行きたい。新調したしてね。そうそうそう、このままだと、あの、ほんと死が待ってるからね、マジで。命がけで配信してんのよ。僕はもう命かけてますよ、この配信に。でも、あの、この間のさ、一番僕、あー、かっこ悪い、やっちまったなと思ったのは、あの、お好み焼きを、ドヤ顔で、ここにおごった後、交通費なくなったやつはね。帰り道に財布、空っぽの財布を見せて、うん、うん、うん、もう、うん、あの、先に電車乗って、うん、私が自費の1000円か2000円渡そうかって言ったんですけど、やっぱそこはね、あの、マウント芸人、かなたのプライドが傷ついたらしくて。そうだよ、もうそんな。いや、うん、いいよ、いいよ。いいって、もう、そんな、許されないよ、その、ちょっとね、あの、さっきおごったばっかりでね、2000円貸してもらうんじゃねえよ、と思ってね、意味ないじゃん、みたいな。いや、でもあれは僕がね、あの時のね、お好み焼きのね、4300円を僕がね、出したのでね、あの日はね、1万円入ってると思ったお財布に5000円しかなかったのが、運の月。なんという。運の月じゃねえよ。母さんバイトしてたの？何してたの？え？僕はね、カフェで働いてました。そんなにダサいのに？ちょっと何言ってんの？マジで！ダサくないよ。おしゃれでしょ。それ、あのね、陽キャになれるかなと思って、あの、全国的に有名なカフェで働き始めたんだけど、カフェプラペティーノピッパレピーノみたいな。それにね、近いところですね。近いところに働いていたんだけども、まあ、いいはいいんで、陽キャとは全く話をせず終わったね。悲しい集め。あの、でもカフェでも、陰のものと陽のものはちゃんとね、存在していましたね、あの、働いてる側もね。母さんは大人しい人と仲良かったんですか？どっちかというとね、陽キャ。仲良くね、全然仲良くない。いやいや、なんかでも、陽キャの、
なんか人もいたけど、特にあの男性とはもう僕全く話をできずせず。あ、でもね、うちのパパも言ってたんですけど、あの金玉ついてるやつはね、うん、あの気をつけた方がいいって、うん、あの何それ、そっちに背後を向けてはいけない。だからね、それは正しい。危ないって。いやマジでね、うん、もうね、あのね、男の人とね話すのがねちょっと苦手でね、あまり話せず。でも女の子もめっちゃ陽気でさ、いや結局どっちも苦手なやつだ。いやそう、結局ちょっとよ、あ、明るいなこの子、明るいなと思いながらね、感じでしたね。悲しい、あのバイトの思い出。悲しいよね。まあまあ社会経験大事よな。